前回の動画から随分と間が空いてしまいました。お久しぶりです。ここは赤羽桜並木通り、見事な桜並木です。前々回の動画で紹介しました、赤羽緑道公園の歩道橋から撮影しています。もともとはもっと見事な桜並木で、このように桜のトンネルができていました。しかし樹木の老化が進んだため植え替えられ、現在はかつてほどの迫力ではありません。それでも、東京都北区赤羽を代表する桜スポットです。さて、今回の本題は桜ではありません。サムネイルとタイトルの通り、巨大植物です。並木通りの途中、階段と道路の間のこのスペース、一見、何のためにある土地なのかわかりませんが、そう、それが巨大植物がここに存在する理由なのです。巨大植物がここに、ない。ないなぁ、いや、確かにここにあったのですが、遡ること13年、2008年7月29日、その花は咲いた。これはその日の朝日新聞東京版で取り上げられるほどには事件だった。ことの発端はさらに遡ること60年ほど、その植物はとある民家の庭に植えられた。その植物はみるみる成長し、巨大、と言えるまでに成長、庭では危険だったため、この土地に移植されました。この辺りの天末派、聖の通る市の東京都北区赤羽第80は、お化けアロエ、が詳しいです。ぜひご一読ください。さて、こういった経緯でこの地に植えられた巨大植物の正体、それは、青の遊絶蘭、中南米原産の植物、アガベの一種で、テキーラの原料として知られています。他にも、甘味料、観葉植物、燃料、建材、繊維、推理小説のトリックとして使われています。気になったら自分で調べてみてください。で、この遊絶蘭の最大の特徴は、圧倒的成長の遅さ。花を咲かせるまでには数十年かかると言われています。英語での別名はセンチュリープラント、世紀の植物と言われています。これが新聞記事になった理由ですね。5、60年に一度だけ咲く花が咲いたら、そりゃ話題をかっさらいます。その時はこの狭いスペースに大勢の見物人が集まりました。なんで知ってるかって？それは、何を隠そう、私もその一人だったのです。それでは当時の写真をご覧に入れましょう。これがその時の写真です。それはそれは立派な花でした。株の中心から大きな花茎が伸び、そこにたくさんの花をつけます。当時このような看板が立てられ、観衆は皆この珍しい植物に釘付けでした。というのもこの植物自体は、先にも述べましたように葉っぱだけはこの場所に存在していました。花が咲く以前にも、赤羽の住民にはよく知られたものだったのです。その葉っぱに花が咲いたとなると、それはもう一大事、たくさんの人が訪れるわけです。しかし団地の真ん中の道路沿いに、こんなに高い植物がいつまでもあっては危険です。安全のため、数日後には持ち主の方によって伐採されました。ここからは中の人の記憶なのですが、確かその後もしばらくはこの場所に生えていた気がします。それが、最近久しぶりに見に行ってみると、先ほどのこの写真のように、何もなくなっていました。何かご存知の方がいれば、教えていただけると幸いです。というわけで、今まで見てきました赤羽の巨大植物、今では見ることはできませんが、この狭いスペースがかつて、赤羽中の注目をさらったのです。